よう、美杉、久しぶり。松山、全国大会決勝戦のスタンドで一緒に試合を見た時以来だな。あの時はこうしてお前と戦う日が来るなんて思いもしなかった。ああ、僕もさ。このリーグ戦を戦うために俺たち富良野中は努力を重ねてチームワークをさらに磨いてきた。今日はそのチームワークで武蔵中を、天才美杉を倒す。覚悟しろよ松山、僕は負けない。必ず君たちに勝ってみせる。お互い全力の熱い試合になりそうだな。楽しみにしてるぜ。松山、気合入ってますね。松山は全国屈指の選手、そして富良野中のチームワークも全国屈指。今日は厳しい戦いになるぞ。大丈夫ですよ、俺たちだってチームワークは負けません。それに美杉さんもいます。勝つのは俺たちですよ。よし、リーグの後半戦も勝ち続けるぞ。はい。お前が話題の1年生だな。これまでの試合見させてもらったぜ。確かにお前の力は大したものだ。だがサッカーはチームスポーツ。今日はチーム力で俺たちが勝つ。受けて立つとは大した自信じゃないか。けどその堂々とした態度は気に入ったぜ。今日は熱い試合をしよう。さあ、いよいよ始まります、この一戦。好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。武蔵対富良野、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、武蔵。4人で中盤を構成する形になっています。本間くん、真田くん、一ノ瀬くんの3トップを中心にいずれも実力者揃い。そしてベンチに控える絶対的エース美杉くんをどこで投入してくるか。そしてアウェーサイド、富良野、3トップの攻撃的な布陣です。キャプテン松山くんを中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていてすがすがしいものがあります。いよいよ試合開始です。火蓋が切られました。そして振り切っ た、ドリブルと見せかけてパス。ホームパス、ここからチャンスを作れるか。パスを出します。滝沢くん、激しいタックル。本間くん、センターラインを越えて攻め込む。鋭いスライディング、ここは抜かせません。もらったぞ。ここをすり抜けた。そんな、
ドリブルと見せかけてパス、鋭いスライディング、はっ、ドリブル突破、カード君ここは抜かせません、いけ、かわして振り切った、本田君このスライディングが決まった、西山君激しいタックル、一ノ瀬君よくかわして突破、チャンスが決まった、長いパスが通った、吉田君このパスをカットします、それ一ノ瀬君ゴール前に上げた、両者激しく激突、空高くで火花を散らす、このシュートに反応している、さあこの位置で受けた、ここからセンタリング、一ノ瀬君クロスに合わせに行く、佐瀬君ここはパスを出した、佐野君激しいタックル、一ノ瀬君横に探して突破、このクロスは通るか、このセンタリングのものにできるか、これは見事にキャッチ、パントキック、どこまで運べるか、素早くつなぎます、やっと奪い返した、それ西山君ここは抜かせません、ここはパスに切り替えた、それ体ごとぶつかっていった、近藤君素早く横にかわす、チャンスが決まった、早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません、連続突破で見せます、シュートを放った、加藤君ゴールを守った、パントキック、どこまで運べるか、ワンタッチで送る、向井君ここは勝負を避けた、それ西山君横にかわして突破、かわして振り切った、シュート、加藤君ボールはまだ生きている、ここでオフサイドの判定、やった、クラノここからフリーキックです、松田君パスで通した、本田君ここは抜かせません、一ノ瀬クロスを上げた、一ノ瀬君センタリングに合わせる、空高くで火花を散らす、両者もつれるように落下、パスを出します、チャンスが決まった、ドリブルと見せかけてパス、一ノ瀬君センタリングを上げた、両者激しく激突、空中での激突だ、一ノ瀬君ボールを蹴り出した、鮮やかにゴールを決めました、あんな辛い思いが飛んだ、振り切った、真田君連続突破で見せました、横を突き抜けた、止められない、本田君ボールを上がることができません、横飛びで鋭く反応、あっとこれを弾いた、ここからセンタリング、一ノ瀬君センタリングに合わせる、これは見事にキャッチ、パントキック、どこまで運べるか、西山君素早く取ります、あっと奪い返した、いけ、松山君ハンドを出します、チャージが決まった、よし、くそ、敵陣へ攻め込みます、金田君ボール奪取成功、向井君激しいタックル、真田君ここはパスに切り替えた、かわして振り切った、このタックルは不発に終わります、ゴールを狙う、さあ前半アディショナルタイム突入、できればいい流れで前半を終えたいところ、松山君勇ましい突破だ、小田君ここからチャンスを作れるか、佐野君激しいタックル、ドリブルと見せかけてパス、かわして振り切った、これでゴボ、そんな、武蔵1点差での折り返し、このリードを守りきることができるのでしょうか、
戦キックオフ。若松くんパスを出します。決まった。ドリブルと見せかけてパス。ドリブルでボールを運ぶ。鋭いスライディング。それ激しいタックル。体して振り切った。敵陣を切り裂く。これは一騎打ちだ。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。この対決をものにした。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。真田見すぎた。素早くつなぎます。体ごとぶつかっていった。パスを出します。それここはパスを出した。見すぎくん、ここは抜かせません。かばして振り切った。本間真田くん、パスを回す。敵陣へ攻め込みます。横をすり抜けた。武蔵、ここはエースにボールを託して勝負に行くぞ。加藤くん、ボールはまだ生きている。本間くん、ここでボールを受けます。加藤くん、先輩を合わせる。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。もらったまさに本間だ。加藤くん、ここは抜かせません。パスを回す。水木くん、体を回転させかわした。僕が決めてやる。に回転を上げたシュートだ。加藤くん、これはキャッチできない。水木くん、ここは抜かせません。これは華麗に回転をかけたシュートだ。横っ飛びで攻めたところ、キーパー反応するも決まった。出るからには足は引っ張れない。嵐のようなドリブルが勇ましい突破だ。松山くん、横にかわしてたった。チャージが決まった。水木くん、これぞ貴公子のプレーだ。ここは勝負を避けた。松田くん、ここは抜かせません。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す流れ攻撃だ。水木くん、ここからチャンスを作れるか。ボールダッシュ成功。後半15分が経過しました。もらった。ここからラストスパートをかけてくるか。ボールダッシュ成功。真田くん、ここはパスに切り替えた。ワンタッチで送る。それドリブルと見せかけてパス。それ三木くん、真田を反転させてきました。真田くん、素早く横にかわす。ここはパスに切り替えた。パス、これは通した。逆サイドにボールを振る。絶妙なコントロールでトラップ。パントキックで大きく蹴り出した。やった。嵐のようなドリブル。横をすり抜けた。勇ましい突破だ。パスを出します。激しいタックル。そら、横をすり抜けた。武蔵、慌てて守備に戻ります。スライディングで止めた。クリスニー君、タックルを決めた。横にかわしてきた。加瀬くん、ボールを狙うも届かない。ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。この位置で攻守交代だ。鋭いスライディング。松山くん、横にかわしてきた。あっと、奪い返した。かわして振り切った。必殺のシュートでゴールを狙う。近藤くん、これをブロックに行く。あと、このボールをブロック。ボールダッシュ成功。三木くん、体を反転させてやった。これは手にせる。回転をかけたシュートだ。これは反応しているぞ。キーパー止められない。まさに出るからには足は引っ張れない。そうはいった。松山くん、ロングパスだ。山村くん、ロングパスを受けます。ボールがタッチを割りました。武蔵、この位置からのスローイン。三木くん、貴公子の華麗な技だ。それロングボールを送る。これはゴールラインを割ります。キーパーからのリスタートです。パスを受けた。チャンスが決まった。一ノ瀬くん、ここからチャンスを作れるか。豪快にシュート。必殺のシュートでゴールを狙う。体ごとボ
ボールにぶつかっていく。ボールの勢いをうまく抑えた。ここから打ってきた加藤君、これはキャッチできない。パスを受けた。ここからセンタリング、本間君センタリングに合わせる。空高くで火花を散らす。近藤君ボールを切り出した。チャラッチが決まった。もらったぞ。横にかわしていくわ。これはごぼう抜きだ。もらったぞ。横にかわしていくわ。力をためて強烈なシュート。それこのボールに飛びつく。加藤君これはキャッチできない。横に入れてた。武蔵、ここはエースにボールを託して勝負に出るか。本間君ゴールを狙う。負けたか。俺たちも努力し続けてきたんだけどな。やっぱりお前はすごいぜ、ミスギ。ミスギ？あ、すまない。ちょっとぼーっとしてしまった。大丈夫かよ。試合中も最後の方は調子悪そうだったぞ。このリーグ戦はレベルが高いからな。その分疲れも大きい。特にお前は心臓が心配はありがたいけど、それは大丈夫さ。君たちのチームワークと驚異的な粘り強さ、戦ってみて改めてその強さを実感したよ。疲れたのはそのせいさその疲れならいいんだけどよ。それじゃあ見過ぎ、残り試合も頑張れよ。あ、松山、今度は代表で会おう。おう、じゃあな。美杉さん、大丈夫ですか？すごい辛そうですけど。大丈夫、大丈夫さ。あと2試合、あとたった2試合なんだ。ここで倒れるわけにはいかない。そんなことになったら僕の夢、リーグの最終戦、全勝同士で翼くんと戦うこと、そして代表のユニフォームを着ること、その2つの夢が消えてしまう。マネージャー、美杉さんの状態はどうなんだ？いえ、キャプテンの心臓かなり弱ってるみたい。お医者様は疲れのせいだって。やっぱりそうか。でもしばらく入院して体力を回復させればリーグの最終戦はなんとか出られそうだって。そうか、それはよかった。でも入院するんじゃ次の試合、美杉さんは絶対に出られないな。次の相手は東邦学園か。ああ、そうだな。一回戻ろうか。それじゃあマネージャー、あとは頼むぜ。また何かあったら連絡するから。
マネージャー、みんなは学校に戻ったわ。ジュンのことすごく心配してた。そうか。ジュン、そんなに落ち込まないで。次の試合を休めば翼くんとは戦えそうなんだし。すまないマネージャー、ちょっと一人にしてくれないか。うん、分かった。こんな時にまた僕は。今日ほど自分の体を恨めしく思ったことはない。これで全試合出場が断たれて、代表の選手になる夢が消えてしまった。それにもう一つの夢も。次の武蔵中の相手はあの東邦学園。しかも東京都大会で戦った時よりもずっとずっと強くなったヒューガたちがいる。はっきり言って、僕抜きの武蔵中の戦力では勝算は極めて薄い。もしも、もしも希望があるとすれば、彼の存在、彼がチームを、みんなを引っ張ってくれれば、あるいは。すげえ、東邦学園の一方的な試合だったな。若島津の鉄壁の守り、沢田のゲームメイク、反町のポストプレイ、そして日向のタイガーショット。俺たちが東京都大会で戦った時より何段階もレベルアップしてるな。そりゃそうだ、だって全国優勝したチームなんだぜ。しかもその東邦学園に比べれば俺たちは前のまんまだ。ああ、結局水木さんに負担をかけなきゃ勝てないチーム、何にも成長なんかしてないよな。あんなに毎日必死になって練習したのに。俺たちはやっぱりこの程度なんだ。こんな情けない俺たちだけで東邦になんか勝てるわけない。お前、杉さんの覚悟。お前の言う通りだ。ほんま？水木さんはこの2年間大好きなサッカーを絶ってまで治療に専念して、今年の大会に全てをかけてきた。なのにあの日、東京都大会決勝戦、水木さんが命がけで作ってくれたチャンス、それを最後の最後で俺が潰したんだ。あんなに悔しかったことはない。あんなに自分が情けなかったこともない。もう、もうあんな思いをするのはたくさんだ。ほんま、お前、俺はやるぞ。美杉さん抜きだろうと、東邦学園に勝って全勝で最終戦に行く。美杉さんの代表になるって夢は叶わなくなってしまったけど、だからこそリーグを全勝して最高の舞台で大空翼と戦う。美杉さんのその夢は絶対に叶えるんだ。ほんま、あの決勝戦で美杉さんの夢を潰したのはほんまだけじゃない。俺だって同じだ。だからこの大会が始まる前に俺たちは誓った。今度こそ美杉さんの力になるって。そうだ、美杉さんの夢はまだ終わってない。南葛との大空翼との全勝対決の夢、それを叶えられるのは俺たちしかいないんだ。そうだ、落ち込んでる場合じゃない。まだ東邦学園戦までは時間がある。できることは何でも全力でやりきろうぜ。おう、そうと決まれば早速動こう。まずは東邦学園の戦力分析からだ。特に今年の試合を徹底的にチェックしよう。そうすれば必ずどこかに突破口が見つかるはずだ。先生に頼んでいくつかモニターを借りてくる。全部の試合をみんなで見てたら時間がかかるからだ。
グラウンドもまたしばらく遅くまで使わせてもらうことになるよな。それもお願いしてこないと。どうだみんな、何か東方学園の弱点っぽいものは見つかったか？いや、やっぱ強い。こいつはなかなか難しいな。ヒューガはもちろんだけど、他の選手たちのレベルアップがすごい。俺たちと戦った時よりもかなり上手くなってる。全国大会の準決勝までヒューガ抜きで戦った成果だろうな。一人一人が自分がやらなきゃって意識した結果か。それは今の俺たちも同じじゃないか。そうだ。ということは俺たちもそのくらいレベルアップできるはずだ。お前は東方のどこに注目した？ああ、攻撃力は爆発的だ。特にあのヒューガのタイガーショット。でも南葛のディフェンダーは複数のブロックで何度か防いでいる。ああ、あれは俺たちが体を張るしかないな。うん、やはりこれか。ほんま、何か分かったのか？東方学園についてじゃなくて、俺たちの戦い方が分かったってことかな。どういうことだよ。今年の夏、東方学園と戦って点を取った選手は全部で3人。三杉さんと翼と明和東の沢木だ。沢木を悪く言うつもりはないが、三杉さんや翼ほどの個人技の持ち主じゃない。それでも点を取った。今の俺たちの中にも三杉さんや翼ほどの個人技の持ち主はいない。ならばその点の取り方を参考にするべきだ。なるほど、確かに。あれって全国大会の準決勝だったよな。確か東方ゴール前に明和東の全員が入り込んで混戦の中でゴールを決めたんだ。一か八かの作戦だな。決めきれなかったら一気に大ピンチじゃないか。けどそれしかないならやるしかないだろ。それに実は俺そういう勝負って嫌いじゃないんだ。そうなのか。知らなかったぜ。よし、これから学校の施設が使える時間いっぱいまでみんなで映像を見返すぞ。それぞれポジションごとに攻撃、中盤、守備のテーマを持って分析しよう。そのデータをもとに明日の朝から練習だ。はっ！よし、ウォーミングアップが終わったら早速昨日の攻め方の練習をしてみよう。攻撃側と守備側に分けてペナルティエリア内で勝負する。攻撃はゴールすれば勝ち、守備はエリアの外にボールを出せば勝ちだ。よし、早速始めようぜ。よし、ゴール前に放り込むぜ。それみんな一気に詰めろ。とにかくシュートを狙え。シュートは打たせない。ボールをクリアだ。させるか。撃て。キーパー。こぼれ球はもらった。今度こそクリアだ。守られたか。惜しかったな。ああ、惜しかった。けど、惜しかったじゃダメなんだ。くそ、ボールに詰めるのが一歩遅かった。ゴールキーパーが弾くコースもイメージしておいた方がいいな。こぼれたボールに一歩目が早く踏み出せる。ああ、その通りだな。
この作戦の肝は東方学園の選手より一瞬でも早くボールに反応すること、そしてシュートをゴールの枠内に入れること。この2つを徹底しなきゃダメだ。一ノ瀬、今のにもう一つ追加だ。ボールがポストに当たってこぼれる可能性もちゃんと頭に入れておくことな。まあそうだな。とにかくどんな状況になってもこぼれ球をゴールに押し込む意識だ。大事なのはボールへの執念ってことだな。よし、もう一回だ、行くぞ。起動、本当にいいのか、こんな至近距離からシュート打って。あ、思いっきり来い。なら行くぜ。起動、これはさすがに無茶じゃないか。いいんだ向井、タイガーショットはやっぱり怖い。とっさに逃げてしまうかもしれない。だからこれは逃げないでブロックするための精神的な練習だ。体のどこでもいいから当てて止める。けどよ、こんなことを続けてたら体中あざだらけになるんじゃないか。そのくらいなんだってんだ。失点が一つ防げるなら俺のあざくらい安いもんさ。軌道には負けてられないな。次は俺もやるぜ。ああ、ヒューガのタイガーショットは必ず俺たちが止めてやろうぜ。昨日のデータを見ると沢田のパスはヒューガかソリマチに行くことが多いみたいだ。やっぱり沢田を抑えることがヒューガとソリマチにボールが渡るのを防ぐ一番の方法だな。中盤勝負か。三杉さんがいればとか考えるのはなしだぜ。分かってるって。なあ、一つ思ったんだけど、沢田が優秀ならさ、相手に三杉さんがいたらどう動くかって考えれば動きが読みやすくなったりしないか。そうか、それだ。たまに頭が切れるな、お前は。たまには余計だ。よし、紅白戦はそのあたりをテーマにしてみよう。よし、今日の仕上げの紅白戦前半は終了だ。後半まで10分休憩だ。水分と塩分をしっかりとっておけよ。あ、今日は練習長いけど疲れてないか。お前強いな。本当にサッカーが好きなんだな、お前は。おい、スポーツドリンク1本持ってきてくれないか。呼ばれてるぜ、行ってやってくれ。よし、三杉さんのためにもう少し頑張ろうぜ。ああ、よし、今日の締めくくり、残った力で目いっぱい飛ばすぜ。みんなこんな遅くまで。お前は確か、
結構やるじゃないか。よし、それよし、おい、おい、なあ、なあ、美杉さんを支えろよ。よう、なんだ、
よし。ありがとう。よし。そうだな。あ。よし。ありがとう。うん。ああ。あ、頑張ろう。